トイ -175 とは、太陽質量の3分の1の質量を持つ、スペクトル分類が、M 型の構成である。類点98から59や TIC3 億721万830としても知られており、トランジット系外惑星探索衛星によって、周囲を少なくとも4つの太陽系外惑星が、好転していることが知られている。飛びウオの方向に、 地球から約34.55年離れた位置に存在する。質量は太陽の約0.32倍、半径は太陽の約0.29倍である。トイ -17598 から59として表されている系の3つの惑星と火星、地球との大きさの比較。2019年。 トランジット系外惑星探索衛星によるトランジット法を用いた観測で、トイ -175.01、トイ -175.02、トイ -175.03 の3つの候補が存在する可能性が示された。その後、それらの惑星候補のご検出の可能性は排除された。地上からも含めたフォローアップ観測が行われ、 これらの惑星候補は確認された。B、C、D と命名された3つの惑星は、ベッチエレン・コスタブ・ラガテスの観測結果を分析して発見した惑星で、2019年3月19日、トイ -175 の周囲を公転している3つの惑星の発見を示す論文がアーカイブに投稿された。これらの惑星はすべてハビタブルゾーンの内側に位置している。 ビーナスゾーンと呼ばれている領域を交点しており、暴走温室効果の影響で金星と似た環境となっている可能性がある。トイマイナス -175 系の観測で金星と地球の環境の違いを解明できる可能性があるとされている。三つの惑星の中で一番主星の近くを交点しているトイマイナス -175B は地球半径の約80%で、交点周期は 約2.25日である。主星に非常に近いため、地球が太陽から受けるエネルギーの約22倍のエネルギーを受けている。B は以前までテスによる観測で発見されていた最小の惑星より約10%小さく、テスで発見されていた惑星で一番小さな惑星となった。トイ -175C の光転周期は3.7日で、地球の 約11倍の放射線を受けている。3つの惑星の中で一番外側を交点している、トイ -175D の交点周期は7.5日で、地球の約4倍の放射エネルギーを受けている。C と D は2、1の軌道共鳴の関係に近い。また、C と D の間に動的に安定した軌道を持つと、される惑星が存在する、可能性がある。もし存在する場合、 この惑星はトランジットを起こさず、他の3つの惑星と後、8時12分16秒の軌道共鳴の関係になるとされる。なお、この惑星は軌道離心率が小さい場合のみ、潜在的に存在が可能である。トイ -175 系と太陽系の惑星の比較に2021年7月、ヨーロッパ南天天問題の超型望遠鏡、VLT による、 ドップラー分光法を用いた観測で、4つ目の惑星問い -175E が発見された。また、惑星候補問い -175F が存在する可能性も示された。公転周期は、問い -175E が12.796日、問い -175F が23.15日で、ある。 トイ -175F はハビタブルゾーンに位置する地球型惑星である可能性がある。また VLT の観測ですでに発見されていた3つの惑星の大気に水が含まれている可能性があることが判明した。特にトイ -175D は質量の最大30%を水が占めている可能性があり、その場合は海洋惑星となっているとされる。 なお、E と F はトランジットを起こさない惑星である。これら5つの惑星は全て地球型惑星である。なお、トイ -175B はテスによって発見された中で最小の惑星である。また、すでに運用が終了されている、ケプラー宇宙望遠鏡によって発見された惑星の中で最小の惑星は、月の120%の大きさのケヘプラー37ビットで、ある。 また、EF が発見された時点で、スペクトル分類が、M 型の惑星の周囲で少なくとも2つの惑星の質量と半径が測定された、惑星系は、トイ -175 系を含め7個だけである。他の6個は、トラピスト -1 系、トイ -732 系、トイ -1266 系、LHS-1140 系、K2-146 系、 ケプラー138系である。トイ -175 系はこれら7個の惑星系の中で構成が最も明るく、距離も最も近い。トイ -175 は明るく、地球から近い位置に存在するため、ハップル宇宙望遠鏡やジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によるフォローアップ観測のターゲットになる可能性があり、期待されている惑星系である。また、 何回かのトランジットを観測することにより、3つのそれぞれの惑星の大気に含まれる物質を調査することが可能である。水やメタン二酸化炭素などが検出できる可能性がある。ありがとうございます。